レフトロツキー、レフダビードビチ、トロツキー、ラテン、文字転写の例、1879年10月26日、グレゴリオ歴11月7日から1940年8月21日は、ウクライナ生まれのソビエト連邦の政治家、ボリシェビキの革命家、マルクス主義思想家。本名はレフダビードビチ・ブロンシュテーン。晩年は、5歳、ナタリアのをって、 セドフに改正した。ただし、一般に、レフ・セドフという場合は、トロツキーとナターリアの間に生まれた、長男、愛称、両場を指す。レフは、英語の、レオンと同じで、ライオンという意味の名前である。英語風の綴りに基づいたレオントロツキーの表記も多い。また、トロツキーという表記に関しては、日本の場合、古い文献や、恒例の共産主義者などで、 トロッキーという表現も差は使われている関連としてトロッキスとトロッキズムという表現もある。1917年のロシア10月革命における指導者の一人であり、ウラジーミルレーニンに次ぐ中央委員会の一員であった。赤軍の創設者及び指揮官としてソビエト連邦の初期の頃には外務人民委員、外相として外交問題を担当。 ソ連共産党政治局員の一人でもあった。1920年代、政策をめぐって政治局内の多数派と対立、左翼反対派を結成した。しかし、権力闘争に敗れたトロツキーは、ソ連共産党を除名された。初期のトロツキーは、ヨーロッパのファシズムに対する赤軍による介入の提唱者であり、1930年代にソ連とドイツが結んだ。 和平協定にも反対している。メキシコに亡命したトロツキーは、第四インターナショナルを結成し、完了性に反対し続けたが、1940年、スターリンの資格ラモンメルカデルによって、同地で暗殺された。トロツキー及びその継承者の思想を、トロツキズムと呼ぶが、この語自体は、対立者によって1905年の早い時期に作られた、造語である。その意味するものも、 1905年革命、その後のロシア社会民主労働党内での対立、1917年革命、スターリン派による権力掌握といった時期によって変化してきた。文芸評論家でもあり、一セ専論もある。イスラエルの極右活動家、ダビド・アクセルロットはトロツキーのひ孫である。1879年、ロシア帝国時代のウクライナ南部のヘルソン県、 エリザベトグラード近郊の最寄りの郵便局から十五マイル離れた小さな村屋の深にて父ダビード八百四十七年九百二十二年と母アンナの醍醐として生まれる。両親はユダヤ系の不能であった。父のダビードは粘り強く起業家精神に富む課長であり、ウクライナヘルソン県のボーブリネツという小さな町の近くにある土地百エクールを 大役軍人大佐のヤノフスキーから買い受け、貯蓄に励み、その後は働き詰めに働いて、持ち前の助債なさで次第にのし上がって裕福となる。土地を次々に買い込み、賃借りし、大土地所有者となった。母のアンナは、オデッサ近郊の典型的な、ユダヤ人の町人階級出身で、同地で教育を受けた。後に、ダビードと恋愛結婚し、農民となる。アンナは、 読書に励み、子供たちに教養をつけさせるために努力した。ラビードとの間に子供を8人産んだが、最終的には2人の姉妹、レフの兄、そしてレフと4人のみとなった。家族は民族的にユダヤ人であったが、信心深くはなく、自宅ではイディッシュ語ではなく、ロシア語とウクライナ語で会話していた。レフの妹オリガは、 ボリシェビキの指導者の一人であるレフ・カーメネフと1900年代の早期に結婚し、子供を二人も受けることになる。レフが9歳の時、父は教育を受けさせるために息子をオデッサに送り、ドイツ人学校に入学させた。これは母親の強い希望でもあった。ブロンシュテン家の親類で南部で出版業者として成功したシュペンツェルの援助により、レフは国費で勉強する。 有名校に入学できた。教育機関へのユダヤ人指定の受け入れ数が制限されていた当時としては、これはかなり大変なことであった。レオンは在学中にトルストイ、シェイクスピア、プーシキン、ネクラーソフ、ディケンズ、ウスペンスキー、ベレサー・エフラの作品を大型読破した。アイザック・ドイッチャーがレフの評伝で書いているように、オデッサは、 当時の典型的なロシアの都市とは大きく違って、活気に満ちた国際的な港湾都市であった。この環境は、青年レフが国際的な視野を培う一員となった。レフは自伝、我が生涯で、ロシア語とウクライナ語のほか、完全に流暢に話せる言語はなかったと述べているが、レーモン・モリニエは、トロツキーはフランス語を流暢に話していたと書いている。ニコラー・エフ。 現在のムイコラーユに移動した後の1896年に、レフは革命活動に関わり始めていた。学生時代に初めてマルクス主義に触れたレフは共産主義運動に加わった。当初ナロード2期のレフがマルクス主義を紹介されたその年は、当初はその思想に反対していたが、流刑と東国の時期に徐々にマルクス主義者となっていく。1897年の早期に、 レフはニコラー・エフにて、数学の学位を追求する代わりに、南ロシア労働者同盟の組織化を手伝い、幹部として働いた。レフは、リボフという名前を用いて、小冊子と生命を印刷し、革命の小冊子を配布して、校員や革命学生たちの間で、社会主義の考えを大衆化させた。1898年1月、レフを含めた、 メンバー200人が逮捕され、裁判を待つのに2年費やした。懲役刑2年を受けたレフは、オデッサに収監された。東国から2ヶ月後、新しく結成されたロシア社会民主労働党の初の会議が開かれた。イライレフは、自分自身を、党の一員であるとみなすようになった。レフは、仲間のマルクス主義者のアレクサンドラ・ソコロフスカヤ、と、国中結婚し、 ケに服している間に哲学を勉強した。1900年、トロツキーは、シベリアのイルクーツク地域のウスチクートと、とベルホレンスク、バーホーレンスクに4年間流刑の判決を受けた。彼は、同地で、ニーナ・ネベルソンとジナイダ、ジーナ・ボルコバという2人の娘を設けた。シベリアでのトロツキーは、1898年と1899年に、 多数の党員たちが逮捕、殺害されたことで、党内で争いがあったことに気づいた。経済学者として知られている一部の社会民主主義者は、産業労働者の生活の向上の尽力に重点的に取り組むべきであると主張し、他の者たちは、君主制の打倒と、よく組織化され、規律を守る革命党が最も重要であると主張した。後者は1900年に創立されたロンドンに、 本拠地を空帰還し、イスクラを統率していた。トロツキーはすぐに、イスクラの見解を指示した。二年後の1902年の夏、トロツキーはシベリアから逃亡した。このトロツキーという姓は、最初の革命で以前オデッサで収監されていた、当時の監視の名前が印象に残ったため、それを借用したものである。トロツキーは一度、ゲオルディ・プレハーノフ、ウラジーミル・レーニン、 ユーリー・マルトフ、その他のイスクラの編集員と共にロンドンへ移住したことがあった。トロツキーはスイスを経てロンドンに亡命し、そこでイスクラを出版していたロシア社会民主労働党と合流した。翌1903年に社会民主労働党が分裂すると、トロツキーはレーニンらの多数派、ボリシェビキではなく少数派、メンシェビキに所属した。トロツキーはペロ、 羽や、ペン、文筆家を意味するロシア語とい、ペンネームで、すぐに、新聞の第一人者の一人となった。トロツキーに知られていない、イスクラの編集員六人は、プレハーノフによる、保守派の間で均一に分かれ、ニューガードは、レーニンとマルトフによって統率された。プレハーノフの支持者は古参であるのみならず、以前のヨーロッパへの二十年間の亡命も共に、していた。 ニューガードのメンバー30代前半のごく最近のロシア出身者であった。当時23歳のトロツキーが期待していた、イスクラ内で永続的に大多数を確立しようとしていたレーニーは、ニューガードを味方につけるため、1903年3月に次のように書いた。1905年、メンシェビキからも早々に離脱したトロツキーは、地の日曜日事件以来政治変動の続くロシアに、 帰国して地下活動に入り、サンクトペテルブルクソビエトの指導者となった。10月には、ロシア全土で起こったゼネラルストライキにも関与するが、12月に逮捕され、サンクトペテルブルクソビエトも壊滅した。トローツキーは、シベリアへの終身流刑を宣告されたが、護送中に脱走。ウィーンへと亡命して、雑誌、プラウダーには、永続革命論を提唱した。 1914年に第一次世界大戦が始まると、今日、スイス、ついで、フランスに移し、雑誌、ナーシエス・ローボーによってドイツ社会民主党、フランス社会党など、戦争支持を決めた、社会主義政党を批判る論人を張る一方、1915年には、スイス社会党が主催した、ツインメルワルト会議で反戦を訴えた。しかし翌年、フランスから追放され、スペイン経由で、 アメリカ合衆国のニューヨークへと移る。ニューヨークでは、ニコライブ・ハーリンらと共に、ロゴ新聞、ノービ・ミールに参加している。1917年、ロシアで2月革命が起こって、ロシア革命が始まると、ニューヨークを経って、ロシアへ帰国。メジライオンツイ、統一社会民主主義者地区間組織、ボリシェビキ、メンシェビキいずれにも所属しない、社会主義者組織の指導者として、 ボリシェビキと補調を合わせ、革命運動に参加した。7月にはボリシェビキに入党し、9月にペトログラードソビエト議長に就任。10月革命では、軍事革命委員会の委員長として、軍事放棄を指導し、印刷所、郵便局、発電所、銀行などの要所を制圧するなどして、ボリシェビキの権力ダッシュに貢献した。レーニンが、人民委員会議議長、 首相に相当に就任した、ボリシェビキ、左派 SL、社会革命党連立政権の下では、外務人民委員、外相に相当に就任、ドイツとの講和交渉を担当し、ブレストリトフスク条約の締結に関わった。条約締結に際しては、ボリシェビキ党内では、意見が分かれ、トロツキーは当初、ブハーリンら戦争継続派には反対しつつ、 即時講和を主張するレーニンの立場も危険が大きいと、し、戦争もなく、講和もなく、ドイツ労働者の放棄を待つとの姿勢を取った。しかし、ドイツ政府が強硬姿勢を見せ、軍をロシア領内に侵攻させると、レーニンに賛成し、講和に踏み切った。1918年2月に外務人民委員を辞任し、代わって、軍事人民委員、最高軍事会議。 9月以降は、共和国革命軍事会議議長に就任する。軍事的な組織と先導に巧みで、大衆の人気も高かったと言われるトロツキーは、赤軍の組織に着手し、内戦において、赤軍の指揮者として、反革命軍、白軍の撃破や、外国の干渉の排除に、大きな功績を挙げた。しかし、1922年のクロンシュタット軍校の、 第三革命を拒合する水兵たちの放棄とそれに、拒合したストライキに対する革命政権による武力弾圧や、ウクライナ地方のネストルマフの率いるノーアナキズム運動の圧殺を支持するなど、トロツキーには、後のスターリンと共通点を見いだせるとする、指摘、批判もある。10月革命で最も指導力を発揮したのは、トロツキーであった。トロツキーは、赤軍、 赤英軍の創始者で、白軍、白守軍に対する内戦でこれを勝利に、導いた立役者だった。1924年のレーニンの死後、中央委員会で7人組が対等すると、トロツキーは、ルイコフやツールーパを筆頭とする、中央委員会の多数派と対立、次第に、政策決定の場から外れる。トロツキーはイデオロギーでも、党の主流派と対立。 左翼反対派、ついで合同反対派を組織して抵抗するが、戦争と内戦に疲弊した大衆を味方につけた主流派の前に敗北し、1925年、トロツキーは軍のコミッサール、外務人民委員の地位を解任され、官職に追いやられた。1927年には政府、党の全役職を解任され、1928年に中央アジアのアルマータ、 現在のカザフスンのアルマといえ、1929年にはソビート連邦から国外追放されるに至った。トロツキーは国外から運動を続けた。まず、トルコが彼に亡命を認めた。イスタンブールからも近いマルマラ海のプリンシズ諸島アダラルでの生活の中で、現体制の批判をソ連へ届けるために事実上の個人雑誌。 反対派通法の発行を開始するトロツキーの死の1年後の1941年まで計8 7号65冊刊行されたがソ連ではほとんど NKVD 及びスターリン個人しか目にすることは事実上なかったその後1933年にはフランスへ1935年にはノルウェーに移ったこの時現体制の批判書、ソ連とは何かそして ソ連は、どこに行きつつあるかを表す。この書は後にフランス語版の表題、裏切られた革命の名で知られるようになる。しかし、翌1936年、ソ連の圧力で、ノルウェーのトリグブリーホーム大臣は彼に、国外退去を求めた。トロツキーは、ラサロカルデナス体制のメキシコに今日定めた。この間、1938年には、第四インターナショナルを結成し、 コミンテルンに代わる国際社会主義運動の組織化に乗り出す。当時のスターリンはソ連国内で反対者の大粛清を進めており、国外にいたトロツキーの身辺にもエージェントや襲撃者が現れるようになっていた。特にパリにいた長男レフセドフ夫妻を通して接近したチューリップことはトロツキー親子から死んだ予定、彼らの資料をソ連へ送ったことで知られる。 1940年に先立つ数年間、スターリンはオールドボリシェビキを大量粛清している。反対派を見せしめ裁判と呼ばれる公開裁判、つまりモスクワ裁判によって自らの反革命活動を辞させた上で処刑した。ジノビエフ、カーメネフ、ラデク、ブハーリン、ピアタコフ等のかつてトロツキーと敵対した中央委員会多数派も含まれる。 トロツキーの親族も、粛清の例外ではなく、トロツキーの息子レフセドーフは、パリに留学中 NKVD の資格により、暗殺された。息子を誘拐、殺害されたことで身辺への危機がさらに迫った、トロツキー、自宅を要塞化して防衛するが、1940年8月20日、秘書の恋人になりすましたラモンメルカデルによって、ピッケルで後頭部を打ち砕かれ、 翌日収容先の病院で死亡した。この時、スターリン電を執筆中だったという。メルカデルは現場で逮捕されるが、取り調べでは、あくまで単独犯行を強調、自身の背後関係を隠蔽した。彼はメキシコで20年間服役した後、ソ連に帰国し1961年に、レーニン勲章を授与されている。なお、当時メキシコに滞在。 事実上の亡命していた日本の演劇人、佐野博氏がトローツキー暗殺に関係していたという説がある。詳細は佐野の記事を参照。鈴木夫をぶっ飛ばせ。堺井徹の今週の浦市長ナンバー14によると、日本のジャーナリスト内藤民事との文通の中で暗殺直前に日本亡命計画を立案していた旨の情報が確認されている。いか引用。 私はトロツキーに一つ日本へ来てみる気にはなれませんか。日本はそれほど軍国主義で熱狂している人ばかりではありませんよ、と誘ったのです。何ヶ月か経って行っていいというメキシコからの返事です。この返事に内藤ためは喜んだ。彼はトロツキーの受け入れ体制、輸送方法を済む場所の手配などの準備を整えていく。西島さんによると内藤は トロツキーの住む地域として、ロシアと気候や風土の似たカラフトを、候補として考えていたという、ジャーナリストとはいえ、かつては日ソ間の通商関係を動かしたほどの実力者で、ある内藤は海軍とも話をつけ、メキシコからの石油タンカーを利用して、トロツキー日本に運ぶことまで話を進めた。あとは内藤がタンカーに乗り込み、 トロツキーをメキシコから連れてくるだけのはずだった。引用終了。この後、1940年に入ってから、事態は、早急に変化した。5月には20数名の赤色テロ部隊が、トロツキー邸を強襲し、トロツキーの部屋を機関銃で乱射するなどした。そして3ヶ月後、前校の通りトロツキーは暗殺される。亡命計画は、あと一歩のところで失敗に終わった。 この計画自体は非常に無名で知られていないことである。それは一つにこの計画自体の証拠というものが何もないからである。URL 先のページによると、しかし内藤はこうも語っている。私とトロツキーとの往復の手紙やこの亡命工作に関する秘密文献は一括して長野県の立品にある100年間秘密資料埋蔵の塔の地下に 追加の文として埋蔵しました。ここで問題となる。100年間秘密資料埋蔵の塔についても非常に情報は少ない。しかし、名古屋市美術館のブログの記事によれば、地下6メートル、地上4メートルの塔に埋蔵しているとのこと、そこに彼の障害密接に関わってきた旧ソビエト連邦関連の文献資料とともに埋蔵されているとのことである。 そこに所蔵されてある秘匿の文献資料が公開されるのは URL 元によると2032年であると判明している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。